パスってさ、その生命線ってヘディングとかフィードとかそういうのはいいんだけど、もう本当リスクマネジメントだね。攻撃してる時にいかにバランスを整えるか。ずっとそう。とにかく攻めてる時こそ周りを見て、アストに一人潰しに行かせる。で、自分がカバーリング行ったらサイドバックを絞らせるとか、そこのバランスだから、まあ、そこで決まるから、本当センターバック特にそこが評価に絶対になるから、人を動かせるようになるから。だからそこの常に攻めてる時に周りを見て、自分がどういうポジションに行って、どこにこう危険なとこがあるかっていうところを、いち早く見えるんだったら絶対的に行った方がいい。なんでかって言ったら真ん中が一番見えるから。でも常に周りを見ながら、あとセンタリングの時も少しのバックパス耐えるもんなら少しの首振って、で、サイドバックの位置をずらす。なぜかというと自分が守りやすいように一番真ん中にいるから、そこで弾ければいいから一番ゴールを取らせないというのが難しい。だからそのポジショニング一つにしてもそうだし、あと一回さ、ライン上げたじゃん。あの、ライン上げた時こそやっぱりそこ穴が開くのよ。見てないとか、こっちに注力いっちゃったらマークが開いちゃうの。そう、ああいうのがあるから、だからそこはもう常に気をつけて上げるんだけど、なんで上げるかっていうのはコンパクトにするのと、相手をちょっと不利な形にしたい。自分がこう優位な形でとにかくこうオフサイドポジションに置いて、相手が下がったからそれをいち早く下がれる。別にオフサイドを取りに行くわけじゃない。コンパクトにして中盤で取りたいから、プレッシャー受けるじゃん人から。だから少しでも俺は一歩でも少し上げる、まあ、チームのやり方あるけど。だからその深い位置で押し込まれても少しでも上げる。だからこの距離が縮まって中盤が縮まって、少しでも上げて少し時間があるんだったら振り振りながらバランスを見て動かしてあげる。常にこうリスクマネージメントとラインをこう駆け引きすれば大変に自分が取りやすい。そこは意識しながらやればもっとこうシュートが高くなる。試合の時間で常に考えて、どんなにこう状況でも誰が出ても同じような局面です。これちょっと意識しよう。まあ分かってるかもしれないけど、本当にプロでも絶対的に効果あるんですから、っていうのだけで頑張ってください。ありがとうございます。